はい、こちら七尾市では現在も断水の影響が続いている中、地震で店舗が被災するなどして営業が続けられなくなった能登地方の飲食店12店舗が出店しています。こちらのおでん屋さん、神野さんは穴水町で営業していた居酒屋が全壊してしまったそうです。みんなで能登を盛り上げていきたい、寒いし温かいものは食べられていないので温まってもらえたらと話しています。昼前にオープンした屋台村ですが、被災された方も多く訪れています。おいしい、うまいよね。早くからこういう企画をしてくれて嬉しかったです。今までやっぱりあの地震の影響で大したもん食べてませんから、こんなおいしいもん食べとったらやっぱり頑張れる気持ちが出てきますね。一方、こちらでずらりと石川の地酒を並べているのは道の駅能登食材市場の久世さんです。酒蔵さんは壊滅的なダメージを受けてしまっている、奇跡的に残った蔵人の命がこもったお酒を届けたいと話をしていました。能登屋台村は午前11時から夕方まで、今日から日曜日まで3日間限定で開設されますが、能登半島の飲食店の復興を支援するため、その後も続けて常設することを検討しているということです。以上、中継でした。